こんにちは、カニマンです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はね、Amazon プライムデーで僕は気になっているものをもうギリギリ最終日にお届けしたいと思います。というのも、この 2,3 日ですね、ちょっと僕くたばってまして、パソコンをあまりこう開けてない状態にあったので、もう動画撮ってる場合じゃなかったわけなんですけども、今日復活したのでギリギリ、バタバタと今撮ってるんですけど、もともとね、こうなんか買おうと思ってカゴに入れてね、ちょっとスタンバってたやつとかあって、その辺をね中心に紹介していきたいと思います。はい、ってことで行ってみましょう。Amazon プライムデーっていうのは、まずプライム会員が参加できるというセールになっております。プライム会員じゃない方はぜひプライム会員の方になってみてください。そして、なった後に、ポイントアップキャンペーンっていうのがあるので、それをポチッとして、置けば、さらにポイントがもらえるということになっています。それからですね、買い物するときはですね、スマホでね買い物するとさらにポイントアップになります。それから、今回はですね、Amazon デバイスなんかが 7.5 ポイントというすごいかなり上乗せになっていると思うんですけども、そういうのを合算して、最大 15% っていう風な感じになってます。はい、ってことで、僕がちょっと気になっているものを紹介していきたいと思います。今年2月にこの MacBook Pro を新調したんですよね。16インチの M2 Max、 これにしてやっぱり動画編集とかがもう圧倒的にその、iMac の2020年モデルとも全然違うんですよね。速度とか、カクつきとかが変わってきたので、動画編集においては、もう絶対こっちの MacBook の方でするようになったんですよね。そのデータの管理とかも全部その MacBook Pro の方からやりたいなと思ってまして、まずね、そうなってくるとモニターがねちょっと必要になってくると思うんですけど、モニターちょっと気になってるのを紹介していきます。まずね、これですね、 LG エルゴノミクススタンドモニターディスプレイ 232UN880 の B これです。はい、これは、プライムデーじゃないんですけど 18% オフで、77,290円となってます。なんでこれが今回こう今買おうかなと思ってたかというとですね、モニタースタンドがついてるんですよ。モニターアームっていうんですかね、スタンドか、エルゴノミクススタンドっていうのがついてて、スタンドを買わなくていいと。今ちょっとね考えてるのが、後で紹介するんですけど、こちらエルゴトロのモニターアーム、これもねプライムデーセールになってたんで、これを買おうかなと思ってたんですが、これ買ったらスタンドついてんじゃんみたいな。でこうやって前にもこれね伸ばせたり、これよくねみたいな感じで、じゃあこのスタンド買って、モニター買ってってやってたら、これ7万ぐらいするんじゃないの、5万円ぐらいのもの買ったとしても7万円ぐらいするんじゃないのっていうのと、これがね 4K モニターであってっていうところで考えると、これもいいのかなと思ってました。はい、あとですね、これデルの U3223QE31.5インチ 4K ハブモニター。これ、ね、ハブモニターっていうのはねちょっといいなと思ってて、これめっちゃ差し込み口があるんですよ。ほんとね、ここ止めますけど、はい、このね、すごいでしょ、すごいんですよ、ね、イーサネット、それから USB タイプ A が4つ、それからタイプ C、それからイヤホンジャック、それから
これディスプレイポート、これもこれはパワーデリバリーですね。まあ、要はこのハブモニターってじゃあドッキングステーションなくて結構いろいろまあハードディスクとかもね差し込んだりとか、できるんだと思うとちょっとこれでよくねみたいなちょっと思ってるんですよね。でまあドッキングステーションを買うことを考えたら、まあ、79,800円って高いけどまあいいかな。しかも32インチになるし31インチかになるしと思って今チェックしてます。結構これ買うもうここの辺まで来てます、はい、これプライムデーセールマイナス 20% オフということになってまして、やっぱスタンドをやっぱりついにね買おうかなとちょっと思ってまして、それが今回この、まあ、安いやつ一番エルゴトロの中で一番安かったやつかな、うん、15,980円 30% オフですよ。これ 30% オフですよということで、これも一応チェックしております。で、あとね、まあ、必要ないかもしれないですけどこれ、まあ、一応もう持っとこうかなと思ってるのが、サンダーボルト4ケーブルですね。なんかいるかなと思いながら3でもいいのかなとか4でも どうなんだろうと思ってるんですけど、サンダーボルト4のケーブルを1本持っとこうかなと思ってて、チェックしております。これが、プライムデーセールで、3,512円 20% オフとなってます。SD カードやっぱりこう抜き差しとか結構多いので、それをねやっぱり可能にするにはちょっとこういうものもいるかなと思ってこれもちょっとチェックしてます。アンカーのパワーエキスパンド88 12 in 1、サンダーボルト4ドックですね。ドッキングステーションでこれもすごくて、これも 90W 出力ができるので、これ経由で、Mac を 90W で充電できるということになってます。前の部分に SD カードが、あの大きいやつしか通常サイズのしか入らなくなってます。 90W の MAX 充電ですね。これが前からさせるっていうのがすごい便利かなと思ってます。43,990円が33,430円 24% オフです。高いです。でももう一つこれカルデジット TS4 サンダーボルトステーション4、これはサンダーボルト4ケーブルがついてるんですね。ついてて、58,300円、全然値引きになっておりません。全然値引きになってませんけど最後ここに行き着くんじゃないかと思うと、もう買っとった方がいいかなと思うんですが、これ6万近くするんでさすがにちょっとねって思ってます、でもちょっとチェックしてます。はい、次はですねカメラ関係ですね。これグランジゼロ F38 カーボンスタンキックトラップ高いんですよ、めちゃくちゃ。でもめちゃくちゃ良さそうなんですよ。もうずっと前からこれ欲しい欲しいと思ってたんですけど、まあ、とにかく今、とりあえず今ね使えるものがあるんでそんなにポンポン買わんでもいいかなと思ってたんですけど、でプライムデーセールでなんと 25% オフとなって43,999円が32,998円になってます。 25% オフなんでさすがにちょっと心が揺らいでおります。これめちゃめちゃ便利そうなんですよ。まずこのねグランジのねファルカンだったっけ F38 のクイックリリースシステム、これがめちゃくちゃ便利そうなんですよ。で今まあなんとかクルーっていうグランジのねこう
取り外しが簡単なやつを今使ってたりするんですけど、それよりこっちの方が厚みが薄くて、結構使いやすそうだなと思って、こっちに切り替えようかなと思ってるんですよ、この F38 に。なんで、まあ、それがもう最初からついてるこの三脚ちょっと高いんですけど、思い切っちゃおうかなってちょっと思ってます。他の今持ってる使ってる三脚に全部このファルカムっていうんですか、こいつをねつけていこうかなと。 F38 の土台クイックリリースプレートですね。でこれもちょっと購入検討してます。はい、それからですね、ライトスタンド。でライトスタンドの、まあ、LED ライトを買った時についたやつを今使ってたりするん、使ってたり、それからアマランの 200X かなを使ってるやつは、このなんかちょっとでっかいやつ使ってるんですけど、でっかいちょっと持ち運びして外でねライト照らす時があったとしたら、やっぱこういうのがいるかなと思って。ニューアのやつを、ここが赤いやつなんか買おうと思ったら1万5000円ぐらいするんです1本で、これ3000円ぐらいだったんで、まず1本これ試しに買って、この強さとかね、強度とか壊れないなさそうだとか、ちょっと確認のためにこれ1本買ってみようかなと思ってます。それからですね、おプライムデーセールだ、このね、まだね持ってないんですよ。まだ持ってないっていうのは、DJI の、RS3 のコンボ買おうと思って、ずっとねあのカゴに入れたままあのポチれてないんですけど、それ買ったら両サイドこう2点でこの支える方が絶対こう安定するんですよね、多分使ったことないけど。1本でこう持ってたらなんかこう揺れるんですよ。こうやったら、まあ、多少こういう揺れはあるかもしれないですけど、こうはなりにくいんじゃないかなっていうのを思ってて、だからやっぱ安定してジンバルを撮影しようと思うと、やっぱこのねデュアルなんでハンドグリップか、これいるんかなと思ってるんで一応チェックしてますけど、安くなってるやん、めっちゃ安くなってるやんこれ。1万3000円だったんですよこの間まで。でプライムセールならんかなと思ってたらなってるんで、やばいなこれ、持ってないけどポチるかもな。まあ、動画ね撮影するときに、まあ、今ねもう本当にバリアングルのあの画面でしか確認してないんですけど、もうそろそろねモニターいるかなと、カメラ用の外部モニター、これフィールワールドのワット6、これですね。で忍者5 の、でやれば Apple Pro レゾで撮ることで編集がサクサクできるとか、なんかねなんかローで撮影できるとか、なんかそういうのが可能になるみたいなんですけど、実際のところ自分としてはまだそのローでなんか撮影したものを求められて納品するようなってことをやってるわけでもないので、まあそこまでは今のところいらないかなとちょっと思ってて、それ前に今本当にちょっと大画面でその撮ってる映像を確認したりとか、まあ、そこから転送したりとかっていうことが今後やっていければなと思ってるぐらいなので、まあ、これでもいいのかなっていうのをちょっと思ってます。はい、あとね気になってる本はこれです。団中8月号カレーのやつですね。これはねちょっとあんま僕はいつも行ってる美容室で、Amazon のなんかタブレットで読みましたこれ。もうでも買おうかなと思って。それからこれかな、これ気になってるんでこれ買ってみようかなと思ってます。ブランディング、ムービーっていうやつですね。それからこれ水野さんのハーブカレーっていう本。それから、これですね、ブレイクスルーブランディング。この長田さんって方は
前一回セミナーで会って、まあ、一緒にその後ご飯食べた中でちょっとこういろいろな話を聞かせてもらってて、わなんかすごいなと思った人で、まあ、その人が本出されたということで、まあ、これ買おうかなと思っています。これニューは写真スタジオ機器ケース、これねいいなと思ってます。なんか結構容量入りそうで、もしかしたらこのねこういう照明器具とかあと三脚ですね、ライトの三脚とかライト用の三脚とか運ぶときにやっぱなんかバラバラ持っていくのもあれなんで、こういうものに入れてゴロゴロ引っ張れるやつがついてるっていうのはいいなと思ってて、これが、22,900円だったのが18,000円になってるんで 20% オフとなってまして、やべえこれ 20% オフとかになるとね、これあんま値段下がってないんだ。ここでガクッと1回19,000円ぐらいになってるのか、あ18,000円やし、うん、だから結構安いですね今。いやーこれはいいわ、これも気になってますね、うん、こういうのがあるとなんすかね、三脚から伸ばしてとかジンバルのところからなんかこうつけて伸ばしてモニターをね設置したりとかなんかするのにいいのかなと。はい、ってとこでね、こんなところで結構ね今回選んだやつってあんま安いやつはあんま選んでなくて高いものばっかりなんですよ。だから全部買うわけにはいかないんで、すごいこう厳選してどれかに絞ろうと考えております。まあ、僕がね今気になってるものを中心となって紹介しました。いかがだったでしょうか。今回ね紹介したやつはリンク貼っときますんで後でチェックしてみてください。なんか今日限りなんで、今日が最終日なのでギリギリなんですけどもチェックしてみてください。今回の動画が良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではスパイスカレーやレトルトカレーやカレー商品などを紹介しております。カメラとかドローンとか僕の気になったようなものなんかも紹介したりするので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。もうちょっとしたら1000人にやっと行けそうなので、よかったら応援の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。